黒高知信次1923年2月12日は日本の陸軍軍人、キールに要塞司令官を務めた陸軍少将である。旧合津半藩氏黒高知家の出身である。戸場・伏見の戦いを林ゴンスの砲兵隊に属して戦った黒高知ゴンの助の次男として北海道磯谷軍に生まれた。 幼年学校を経て、士官学校へ進み、5期を卒業。陛下は、野戦砲兵で、小位任官は1894年10月である。黒コーチは、射撃学校で教育を受け、野戦砲兵第7連隊、野戦砲兵第8連隊などで勤務。野戦砲兵第7連隊中隊長、野戦砲兵第8連隊大隊長、山砲兵第2大隊長。 広崎陸軍兵器省庁を歴任した。日清、日露両戦役に出征し、禁止勲章を授与されている。1912年9月中佐、1916年11月に大佐へ進級。野戦砲兵第7連隊長在任中のシベリア出兵では満州里で居留民保護に当たっている。1920年8月に、省将へ昇進。 キールに要塞司令官として、要塞整備などを行った。1922年に改名となり、翌年死去。14位、君三投稿4級、地商会創立会員。去年は52である。明治31年7月1日町、明治36年7月1日町、明治45年7月1日町、大正6年9月1日町。ありがとうございます。